5歳の時にスケートを始めて、そのスケートパークで滑ってる人がすごいかっこいい滑りをしてて、でその人みたいに滑れる、かっこよく滑れるようになりたいなと思って始めたのがきっかけです。本当小さい頃から同年代のことやるっていうより大人の人、上の人と一緒にやることが多かったので、その大人の人と一緒に滑るのがすごい楽しかったです。男性からも女性のスケーターもスケーターじゃない人からも見てこのかっこいいって思われたり、あとはその雑誌とかビデオを見た人がこのココナだって分かるような、そんな自分のスタイルを持った人になりたいなって思ってます。両親2人ともスノーボードしていて、それでスケートボード家族みんなで始めようとなったのがきっかけで、スケートボードをしてるとやっぱりいろんな人とつながれるし、それぞれのスタイルだったりスケートボードを知れるっていうのは今まで自分が生きてきた中で大事な部分かなと思います。瞳見てあココナだって分かってもらえるような、そういう個性を持ってる人になりたいなって。いろんな人を幸せにできる、輝いてる人になりたい。